はい、おはようございます。現在はですね、見てこれ朝5時ですということで、今日の朝活角田山東大コース登山ということで、めちゃくちゃ眠たいですが、今日も美しいゲスト来てきましたえ、毎週ね、弥彦の方ですか、行ってるわけじゃないですか、海側に。そうだね、もう住もうかなと思ってますね、今住んだ方が早い、住んだ方が早いですね。今日も朝活ということで、はい、おしゃれな映像を撮りつつ山を登っていきたいと思います。見て、14度なんだけど。やばいでしょ、14度の中登山ですよ。いやこれ兄ちゃんがさ兄ちゃんが 夜コンビニ行くからこう現茶乗ってコンビニ行くからこう、ジョグね、ジョグね絶対黒のジョグめっちゃ景色いいから後ろ見てみすげえ、めちゃくちゃいい絵になってるよ。しかも十分ですよ、もうこれで下山する降りましょうか降りてスタマ行こうジョグ乗ってあっちゃ現茶の兄ちゃんバイク止まったガスケツになりましたいやでも景色は間違いないですね、うん、景色は間違いないことは分かったんだけど、ああおいって感じ。こんなあでも緩やかになってる、ちょっと本当、うん、いい感じで多分いいんじゃない。マジでいいね。どんぐらいですかね、登ってから分かんないですけど、数十分経ちました、うん、今ね、人がいたんでちょっとインタビューしてみたら、うん、もうちょっとですよって言われまして、まあ、俺嘘なんじゃないかなと思って嘘なんじゃないかなと思って歪んでんなやばってはい、すれ違う人みんな挨拶してくれるしさ、うん、明るいじゃん、なんか明るいよね、爽やかな笑顔で返してくれるから、うん、なんか現れるね、心がね。しかもさ、一番すごいのはやっぱ下りの人めっちゃ笑顔なのよ大体上りの人はね、大体苦しい顔してるんですよ。でも下ってる人の笑顔はね、めちゃくちゃ元気もらえますね。はい、着きました。どこなんだ、ここ角田山頂標高487個目7部かな、新潟県です。いやどうでした、リアルにさ、うん、あの500のペットボトルぐらい汗かいてるよね。いや、やばい、俺も今全然かいてる、うん、びっちょびちょ。しかもウッディさん何も飲まずにここまで来るっていう、うん、我慢した持ってないまずない登山舐めてるよね、何も持ってこないお、すごいガチだ。え、生の栗煮て食うか、今日やる、いいんかな、逆に持ってって取ったわけじゃないの、落ちてんの取ってるじゃん痛い栗投げるやついる、初めて見たわ、びっくり。すごいですね、これがひいたコーヒーって味ってあんま分かんないんですけど、これ味。いただきます。あっちこんな汗かいてなんであっちの飲まないといけねえんだよあ、すごい匂いがコロンビア、いや、あのキリマンジャロだおい、知ったかぶんなよおい、あ、すごい匂いがキリマンジャロって
こっち使おうとして。ブラジルだよ。いただきます。あ、さっぱりしてる、すごく。結構濃いめに作ったんだけど。わかんないわ、でも引き立てとか。あ、俺冷めてから飲むんで。なんで、なんだよそれ。熱いの苦手だから。じゃどう。あー、 UCC UCC コーヒーかよ。騙された。UCC コーヒー、何がコロンビア、ブラジルだよ。キリマジャロって全然 UCC じゃん。じゃあいつも飲んでるやつだわ、俺も。UCC の安いコーヒー。1キロぐらいですね、東大コースは。2.8キロ。結構あったんだ。結構あった、だいぶで登ったね。俺たちペース早かったんだよ。早いね、うん。ノンストップですからね。普通休憩ありますからね。こんにちは。こんにちは。すごい。結構頑張ってますね。どうですか皆さん、下山してきました。ここまで玄茶の兄ちゃんが出てきたとこですね、ここは。いや、あのね、下山怖いね。ちょっと靴がめちゃくちゃ滑るやつ来ちゃったんで、ちょっと大変。ちょっとポカリセット飲みます。マジ彼4区ですわ。追いつけない。どんどん遠くに行く。追いつけないよ。ゴール。やばい。え？彼はね、マラソン大会先に一緒にゴールしようって言っても先ゴールするタイプですね。最後の最後の最後もトレーニングしてましたね。人は信じちゃダメ。勉強してない、勉強してないってやつをね。ああ、間違いないね。うわ、やば。これで果たして魚釣れるんですかね。ああ。